1年に1回さ、小森園ひろしさんとさ、俺神社巡りをしてんのよ。あー、池ちゃんは仲いいもんね。もう今年で3年目、秩父に行ってきまして、秩父に行って、まず秩父神社と、三峯神社っていう、もうな、バスで秩父駅から70分かけて山を、もう途中とかダムとかすごいねよ、めちゃめちゃ綺麗やし、で、秋の紅葉やし、で、三峯神社行って、あれ聞いたことない？白いお守り。知らない。毎月1日にだけ販売される白いお守りがあった三峯神社ってとこやねんけど、もう白いお守りのせいで山かな、全部渋滞になってんて、だからもう白いお守りはやめますって言って、あれをやったんよ、おみくじ。で、おみくじをやってさ、この三峯神社のね、おみくじで、このおみくじ一匹動物入ってて、その動物を財布の中入れてたりとか、あと一つ漢字があって、その漢字を大事にしたらいいみたいな、どんな漢字なのと思って、まずこう開運の守りで、まずな、招き猫、あ、これええねん、結構当たり当たりを、招き猫、うわ、ちゃんとしてんな、これ高いべ、100円。これ100円、100円でこんな招き猫入ってるの？ 100円 でおみくじもついてて、あ、それはすごいな。そうで、あの、後足で座り前足でみたいな、その一文字の漢字、俺ちょっと恥ずかしかったわ、実。マジめっちゃ恥ずいわ俺、まあ、実力よりほんの少し背伸びしてみるとか、どうなりたいかが大事に、自分にもっと期待してみよう、実りの秋はもう近いみたいな、実りの実とか実力の実とか、いいね、でもすごいな、すごないこれ、うん、実方の実や、ちょっと俺らバチバチコンビでやってるからさ、恥ずかしい、そんなこともないけどな。これ一発で、いや、池ちゃんありがとう。え、今日のことだよね、今日俺めっちゃ久しぶりにパチンコ買ったわ。え、マジで来たわ俺に、めっちゃ久しぶりに勝ったのよ、大勝ち。なんで俺のパワースポットに行ってお前に行くねん。リケちゃんの実もらったわ。で、俺実勝てちゃうから、もうだから勘違いから出費も増える。俺じゃん、お前や、うん。